さんこんにちは。時刻はですね、3時12分ですね。秘境駅シリーズでございます。今日の秘境駅こちらでございます。近鉄線のですね、近鉄大阪線の西青山駅でございます。東、こちら側が伊賀交通、そしてこちら側が東青山ですね。今向こうからですね、あの列車がやってまいりました。今こちら青山トンネルですね、新青山トンネルということで、あります。で、急行列車がやってまいりました。こう急行列車は止まる駅ですね。だから特急が通過で、快速急行も通過となっております。で、ホームの長さは結構ありますね。6両編成も8両ぐらいありますかね。6両か、6両編成分ありますね。で、こちら側が上本町方面ですね。名張、大和八木、布施、鶴橋、上本町方面ですね。で、こちら側が、伊勢、中川、松坂、宇治山田、鳥羽、鹿児島方面、名古屋方面でございますね。ということになります。まあ列車発車してまいりました、発車しましたけども、相対式のホームですね。向こう側にも出口がございまして、こっち側は出口、こっち側にも出口でございます。まあホームはこんなところですかね。まあ待合室も何もここではございません。まあ見た感じ、この周りがね、こう森に、山に囲まれていまして、あそこにね道路がありましてね、まあ国道だと思うんですけども、車が流れております。じゃあ早速下の方へ行きましょうか。ちょっと人がいるんでね、まあ人がいるんだけど、まあ構わずいけど、まあこちら側ちょっとあの階段あるんですけども、まあなんか工事やってるんですかね、係員がいます。まあこれを歩いて降りていきますと、まあちょっと暗いですね。夜はちょっとこうこんな暗い感じになっておりますけども、こちらがこう出口になってまして、ですね、こちら無人駅でございますね。まあ IC カードでタッチするっていう感じになっております。では、ちょっと時刻表じゃない、運賃表を見てまいりましょうか。こちらが近鉄名古屋、近鉄名古屋1450円ですね。賢島1380円となってますね。そしてずっとこっち来まして、大和八木750円、そして、ずっとこっち行きまして、鶴橋が1200円の、大阪ナンバーが1260円でですね、ずっとこっち来まして、この京都、この京都が1450円ですね。で、ずっとこっち行きまして、今度は吉野まで書いてますね。1170円でございます。そして、こちら側が、まあ、宇治山田までが820円ですね。そして、鳥羽が1040円の、鹿児島が1380円でございますね。大阪ナンバー、大阪、阿部の橋、こちらが1320円ですね。となっています。で、窓口がこんな風になっていて、もう完全に、無人駅になっております。時刻表なんですけども、初電が、伊勢中川行きの普通ですね。5時21分で結構早いく来ますね。土日も同じですね。伊勢中川行きの普通ですね。こちらが反対側行きの5時49分の普通、これはどこで行きますかね。名張行きですね。となっています。終電が23時36分の名張行きと、23時26分の伊勢中川行きですね。で、こちらから停車駅がずらーっと書かれてますね。ということになっています。これね、結構、こんな風になってまして、ちょっと
見た目ね、ちょっと怖いっていう感じしますね。こう何かお化けが出そうっていう感じもいたしますけども、あちらがトイレになってますね。そして、ちょっと朽ち果てていますけども、青山高原行く道がありますね。東海自然歩道とかでも書いてます。でこちら側が、歩道で、ずっと下へこうやって行きまして、道路につながってますということですね。そしてこちらが駅名と書いてある近鉄西青山駅でございますね、ということになっております。こんな感じですかね。でこんな感じですかね。向こうへ行くには先ほどのあの通り行って、ごとごと行って、電車が通過しております。何もございません。待合室とかね、もちろん駅名もね、こういう感じになっていまして、これで寝れますかね。ちょっと冬はちょっと寒くてダメですけどね。ということで、あちら側にね、この下に道路なんですね。今工事やってますね。こんな風に今工事やっております。道がありまして、車が流れてますね。では向こうの方へ行きましょうか。これはIC カードでタッチする形式ですね。私はフリー切符持ってますんで、出入りは自由なんですけども、一応無人駅でございます。だけですけども、こうやって係員がいる、こう係員の設備がございますね。でこちらトイレでございます。で向こう側上がっていきましょう。向こう側もね、同じことでトイレがございますね。こんな感じでございます。そして上へ上がっていくと、この反対方向の、ホームへとつながるわけでございまして、こちら側が上本町方面ですね。大体多くの列車が上本町行きの急行がここにやってまいります。こうやって上がっていきますと、これですね、行くわけでございます。そしてですね、ここはなんか旧線の跡があるように見受けられますけども、これがそうですかね。長い青山トンネルがねありまして、今そこに新青山トンネルですね、ありまして、そう通っているんですけども、こちら側が上本町方面のホームでございます。で向こう側のホームが今度は伊勢中川方面のホームでございます。ですね、ホームの先端にやってまいりましたけども、こちらですね、近鉄の場合はですね、その赤い印で6って書いてますね。これ6両の位置で止まるところですね。これが近鉄の方式でございます。そこにもそうにもあるんですけどね、おそらく2両編成の普通列車とかね、あるんと、なかったような気がしたんで、あるんですかね。ほとんどが上本町行きの急行列車が来ると。それでその青山トンネルがあるんですけどね、長い青山トンネルございます。新青山トンネルございます。ということでですね、以上、こちらこんな癒し自然に囲まれた駅でございますね。あともう深い森に包まれております。ということで、こちら旧線っぽいような跡はもうございます。旧線でしょうか、旧線じゃないか、旧線跡かどうかちょっと分かりませんけども、あります。そして道路もこちら下にあります。車を流れております。ということで、以上お送りしてまいりました。こちらの駅ですね、もう一度駅名駅を移しましてお話しましょう。こちら近鉄大阪線の西青山からお送りしました。